ホープラングはアメリカ合衆国コネティカット州出身の女優。俳優のクリストファー・マレーは最初の夫で俳優のドン・マレーとの間に生まれた息子。当時15歳のホープラングが表紙を飾った雑誌ラジオ・エレクトロニクス1933年にミュージシャンの父・ジョン・ラングと女優のミネット・バデッキとの間に生まれる。家族でニューヨークのグリニッジ・ビレッジに移り、 1943年にザ・ペイトリオッツでブロードウェイデビューする。1942年に父・ジョンが亡くなったことから母・ミネットがグリニッチ・ビレッジで始めたレストランミネット・エス・オブ・ワシントン・スクエアでウェイトレスとして働きながら学校に通う。近所に住んでいたフランクリン・ルーズベルト元大統領の夫人エレノア・ルーズベルトと偶然知り合い、エレノアの飼い犬。 ファーラの散歩をしていたところを撮られた写真が新聞に載ったことから1949年に雑誌ラジオイコールエレクトロニクスの表紙を飾ることになる。その後、オレゴン州のカレッジとニューヨークのカレッジに通った後、テレビでの仕事を始める。1956年に映画バス停留所でハリウッドデビュー。本作で共演したドンマレーと1956年に 結婚し、後に西を設ける。翌1957年の映画、青春物語で、第30回アカデミー賞の助演女優賞と、第15回ゴールデングローブ賞の助演女優賞に、ノミネートされる。1961年のミュージカル映画、ウエストサイド物語の、ヒロインマリア役を希望するがオーディションに落ち、代わりに、エルビス・プレスリー主演の、 嵐の季節のヒロイン役を手に入れる。1961年に夫、ドンマレーと別れ、俳優グレン・フォードと恋愛関係になると、すでに、シャーリー・ジョーンズに決まっていた、フォードの主演映画、ポケット一杯の幸福のヒロイン役を、フォードの強い後押しで手に入れる。なお、フォードとは、プレーがあるラクスでも共演している。フォードとは結局、結婚しないまま別れる。 1963年に、後の映画監督アランジェ・パクラと結婚し、数年間休業する。女優復帰後は主にテレビを中心に活動する。1968年から1970年まで、NBC で放送された、シットコム、ミセス,スという例に、主演、1969年と1970年の2年連続で、プライムタイムエミー賞コメディ部門主演女優賞を、 受賞する。2003年に、拒血性大腸炎で死去。ありがとうございます。